どうもシャロンです。というわけでね、今回は5月28日発売 EV ヒーローズのね、最新情報が発表されまして、待望の V's VMAX たちのね、性能が公開されました。早速ね、それを見ていって性能の評価をしたりとか、相性のいいカードについて考察していきたいと思います。はい、まずね、V's VMAX を見ていく前に、 V's 専用のね、ポケモンの道具が発表されてますので、そちらを先に見ていきます。まずこちらがエレメンタルバッジ。これはシャワーズ V、サンダーズ V、ブースター V 専用のポケモンの道具になっていまして、技を使うためのエネルギーが無色エネルギー1個分少なくなるというね、めちゃくちゃ強力なポケモンの道具になっています。お次がスノーリーフバッジ。これはね、リーフィア V、グレイシア V 専用のポケモンの道具。逃げるためのエネルギーと弱点がなくなるということでね、これもめちゃくちゃ強力になってます。次が月と太陽のバッジ。これは AFEV とブラッキー V 専用のポケモンの道具。相手が手札から使うサポートの効果を受けないっていうね、ボスの指令なんかで呼ばれないっていうようなね、強力なポケモンの道具になっています。次がリボンバッジ。これは名前がニンフィア V なら、技のダメージを受けて気絶した時に取られるサイドが1枚少なくなるということでね、 V なら1枚、 VMAX なら2枚しか取られないというめちゃくちゃ強力な道具になってます。はい、今紹介したね、ポケモンの道具を踏まえて見ていきましょう。ではね、早速見ていくのはブラッキー VMAX。 今回のパックのね、大本命の一番強いとシャロンも個人的に思っているカードです。まずこちらが HP が310、一撃のポケモンになっていまして、特性がダークシグナル。このポケモンを手札から進化させた時に相手のベンチポケモン1匹選び、バトル場に引きずり出すというね、みんな大好きブラッティーアイ、輝く眼差し、ボスの指令を内蔵しているポケモンになります。で、技が悪夢無のダイアーク160ということで、これを見てね、まあ、いまいちだと感じた人は結構多いんじゃないかなと思うんですが、この技はね、見た目以上にめちゃくちゃ強いです。で、まあ、理由としては一撃ポケモンなので、一撃エネルギーを採用することで、この160という火力をね、一撃エネルギー3枚つけたら220まで上げれるということ。この220っていうのは210とはめちゃくちゃ今環境的に差があって、大体のポケモン部位を220でワンパンで倒せるラインになります。で、さらに悪夢無というね、縛りが少ない技エネルギーになっていることによって、キャプチャーエネルギーっていうね、環境的にもめちゃくちゃ強力な特殊エネルギーを積極的に採用することができますと。なのでね、このダイアークっていう技、シンプルながらも超強い技になってるわけですね。で、まあ、このやはり特性はブラッキー VMAX 本体で殴っても強いですし、無限大な VMAX やゲンガー VMAX、 それこそね、一撃ウーラオスのような一撃デッキだったりとか、悪デッキだったりとか、様々なデッキに採用できる性能になっているので、出張先も多い。これはもうトップレア確定ですね。でも、やはり相性のいいカードとしては、一撃エネルギーやキャプチャーエネルギーだったりとか、今紹介したようなアタッカーになってくれるね、ポケモンたちでしょうか。でね、このポケモンのもう一つ恐ろしいところは、草弱点なところですね。今紹介した悪タイプのポケモンって、ゲンガー VMAX とか無限大な VMAX って高タイプが弱点なわけですよ。やっぱりね、古来から悪タイプは等タイプで対策せよと言われてきたわけなんですが、このブラッキー VMAX は草弱点ということで、弱点を非常に疲れにくいので、無限大な VMAX とかで戦っていた相手が等タイプのポケモン出してきたら、ブラッキー VMAX で戦うとか、そういったようなね、柔軟な戦い方もできるので、もう文句なしの1枚となってますね。先ほど紹介した月と太陽のバッジをつけることによって、相手のボスの指令を受けなかったりとか、まあ、そういったような恩恵を受けることもできます。次がグレイシア VMAX ですね。このポケモンは HP が310の水タイプとなってまして、特性のクリスタルベール。この特性が相手の VMAX から技のダメージを受けない特性になっていまして、まあ、ザマゼンタ V で知られる特性ですね。ザマゼンタ V も過去のね、大きな大会などで大活躍してきたポケモンですので、まあ、この特性がね、いかに強いかっていうのは皆さんご存知のはずです。でね、なんかおまけみたいなね、注釈でグレイシア VMAX の技のダメージは受けるよっていうのがあるんですが、まあ、これはミラーマッチとかになった時にね、グダルのを避けるための配慮でしょうね。で、技が、水ムームーの大つらら150。これもね、技エネの縛りが少なくて、キャプチャーエネルギーなんかを使いやすい技になってますね。ただ威力が150っていうことでね、相手のポケモン V すらワンパンできない、技の火力になっているので、相手がね、ポケモン V で攻撃してくるデッキになってくると、グレイシア VMAX は倒されたら3枚サイドを取られてしまうポケモンということもあって、まあ、うまくは立ち回れないでしょうね。まあ、なのでやっぱりポケモン V と戦う時には、まあ、別の手段を用意したりとかする必要はあるんですが、ポケモン VMAX を主軸としたデッキに対してはめっぽう強い1枚となっているので、まあ、環境でもね、使われるレベルのカードなんじゃないかなと思ってます。で、まあ、相性のいいカードなんですけれども、まあ、やっぱりね、このエネルギー3エネ攻撃するのに必要ということで、モスノーだったりとか雪メノコ、メロンみたいなエネルギー加速手段は必要になってくると思いますね。
他にも、いただけの雪道で特性を消されてしまうので混沌のうねりなんかで、雪道の対策をするっていうのもいいかと思います。まあ、あとはやっぱりリセットスタンプですね。こういった相手がグレイシャー VMAX を倒す手段が用意できてない時ってどうしたいかっていうと、ボスの指令で裏にいるポケモンを倒したいんですね。なので、まあ、グレイシャー VMAX を前に出しながらリセットスタンプで相手の手札からね、ボスの指令を消して相手が何もできないターンを作るっていうのは非常に相性がいい戦略かなと思います。でまあこのポケモンはね、鋼弱点なわけですよ。鋼弱点といえばザシアン V にワンパンされてしまったりね、非常に苦しい弱点なんですが、なんとね、専用アイテムのスノーリーフバッジ、これによって逃げるエネルギーがなくなる上に弱点もなくなるということでね、苦手な鋼タイプすら克服している強力なポケモンなんじゃないかなと思ってます。でお次がね、 VMAX スペシャルセット EV ヒーローズに登場する、VMAX ポケモン4体ですね。ブースター、シャワーズ、サンダース、エイフィーの4体がこの VMAX スペシャルセットに収録されるみたいですね。でまずブースター VMAX、 このポケモンは一撃のポケモンで HP が320、技が炎ムムの大爆裂。これがね、自分の山札を上から5枚トラッシュして、その中にあるエネルギーの枚数かける100ダメージっていうね、最大500点叩き出すね、かなり派手なポケモンですね。でまあ実際にこのカードが実践的かっていうと、正直、まあ、シャロンの評価は高くないです。まあやっぱり火力的にはだいたい300ぐらいを出していきたいのかなと思うんですが、まあ現状のカードプール的にね、現実的にそのエネルギーを3枚固定する手段っていうのは多くないんですね。まああのカトレアを使って、サバイバルセットを使ってとか、そういう手段は存在しますけれども、まあ、やはりちょっと汎用性の高い動きではないかなと思っています。でね、まあ、デッキ構成的にエネルギーをたくさん採用するっていうようなね、形になってくると、まあ、やっぱりどうしてもデッキの自己率も上がってしまうということで、まあ、あの環境レベルの性能ではないのかなと思っています。ただね、めちゃくちゃ派手で面白そうだなっていうのはありますね。でまあ、このエネルギーっていうのは基本エネルギーである必要がないので、まあ、一撃のポケモンであることを生かして一撃エネルギーだったりとか、炎ポケモンであることを生かしてヒート炎エネルギー、まあ、他にもね、キャプチャーエネルギーなんかも採用できますし、相性のいいカードはそういった特殊エネルギーになってくるかなと。まあ、あとやっぱり現実的なところではサルシエなんかはね、使ってできるだけエネルギーをヒットさせていきたいのかなと思いますね。ではこのポケモンは最初に紹介したね、専用のバッジをつけることによって炎無の2エネで技が打てますので、まあ、溶接工なんかにね、頼らないようなデッキ構築もできるんじゃないかなと思います。次がシャワーズ VMAX ですね。このカードは連撃のポケモンで HP が320、技がバブルポット。自分のトラッシュから水ポケモンを1枚選び、場に出してトラッシュから水エネルギーを3枚つけるっていうね、技を持ってます。でこれはね、重要なのが進化ポケモンも出せるっていうところですね。なので普段出しづらい2進化ポケモン、例えばね、ヒエクのカメックスだったりとか、カメックス GX も強いですね。まあ、他にも、このポケモンで VMAX を出してエネルギーを加速するのも面白いと思います。でまあね、このバブルポットを生かした、シャワーズ VMAX デッキの組み方っていうのももちろんあると思いますし、下の技大激流、これがね、水ムームで100、基本打点が100なんですが、相手のバトルポケモンにダメ感が乗っていたら、200ダメージになるっていうこと でこのポケモンが強いところは連撃のポケモンなので、連撃エネルギーをつけて専用のバッジをつけると1エネでね、この大激流が打てるんですよ。でまあ、さらに言うとね、バッジをつけていればエネルギーをつけてなくてもバブルポットが打てたりとかね、するわけなんですが、やっぱりね、連撃エネルギー1枚で200点叩き出すってめちゃくちゃエネ効率、エネ対ダメージ効率がいいので、まあ、そのためにね、どうやって相手のポケモンにダメ感を乗せるかっていうのをね、考えていくことになると思うんです。なので相性のいいカードとしては、まあ、例えばぶっ飛びボムのマタドガスプラスホミカだったりとか、まあ、飛び散るヘドロのマタドガスなんかもね、ダメ感を巻き出す効果としては相性がいいと思います。でまあ、他にもイオルブ VMAX でね、ダメ感をばらまいたり、ガラルジグザグマなんかも相性がいいですね。まあその下の技を使うところっていう部分で見ると、今みたいなダメ感を乗せるカードが相性が良くて、でね、このカードがまあシャロン的にも一押しなんですけど、やっぱりグズマ&ハラですね。グズマ&ハラを使うと電撃エネルギーとバッジを持ってくることができますから、もうそれだけでね、シャワーズ VMAX 起動するためのカードが全て揃いますので、まあ、これはめちゃくちゃ相性がいいかなと思ってます。でね、まあ、バブルポットと相性がいいカードってのは、まあ、先ほど説明したようにね、二進化系のね、カメックス GX とかカメックスとか、まあ、他にもね、VMAX 系のね、ポケモンだったりとか、面白いところだと、アローラサンドパン GX なんかをね、バブルポットで呼び出して、ダメ感をばらまいた後に、アローラサンドパン GX の GX 技を使ってね、一気にサイドを取るっていうようなね、戦い方もできたりとか、まあ、バブルポットはね、相性がいいカードを上げていくとちょっとキリがないんで、あの、またね、別にシャワーズ VMAX を使う動画なんかで紹介できたらいいなと思ってます。
で次がサンダース VMAX ですね。このポケモン HP300 となってまして、技がね、雷無の大陣雷100ダメージ、ダメ感が乗っている相手のベンチポケモン1匹にも100ダメージということで、これもとんでもないですよね。さっき説明したようにバッジをつけると、このポケモンは雷1エネで100、さらにベンチのポケモンに100ということで、まあ、このポケモンもね、シャワーズと同じように1エネで200点叩き出すポケモンになってるわけです。まあ、さらにこのポケモン逃げるが0になってるっていうのも重要なところですかね。で、まあこれもね、さっきのシャワーズ VMAX のところで紹介したように、やっぱりダメ感乗せるカードで、まあイオルブ VMAX なんかはね、このカードがね、あの逃げ値0っていうところもあって、まあ、シャワーズよりもね、サンダースの方が相性がいいのかなっていうところも思ったりとかしますね。で、まあ技がやっぱりバッジ込みで1エネで打てるので、このポケモンにエネ張ったらね、その後は別のポケモンエネ張って育てていくこともできますし、そういう点も非常に優秀ですね。で、まあ弱いところとしては疾風好きで一発で倒れちゃうところですかね。 HP300 が低いなっていうのはやっぱりありますけれども、でもこのカードも非常に強いと思います。で、まあこのカードもね、グズマ&ハラとめちゃくちゃ相性がいいんですよ。スピード、雷、エネルギーとバッジを持ってきて2ドローしながら、1エネで技を打つということができるんでね、グズマ&ハラが相当相性がいいかなと個人的には思ってます。まああとはやっぱりガラルジグザグマとかですかね。はい、そして次が AFE VMAX。 このポケモンが特性太陽のケージっていうのを持っていて、このポケモンがやるとね、エネルギーがついている自分のポケモンは相手のポケモンの技の効果受けないということで、まあ、効果を受けないということなんでね、例えばドラパルト VMAX の大ファントムのね、ダメ感を5個乗せてくるような効果なんかも効きませんし、まあそういったようなね、なかなか厄介な戦略を止めることができるカードになってます。で、技が大サイコ超ムームで、相手の場のエネルギー ×60 ダメージっていうことなんで、まあ例えば相手のね、三振がアルティメットレイを打ってきた返しなんかは場に6エネあると思うので360ダメージ出たりとか、まあそういったような火力の出し方ですね。ただ、まあやっぱり技の火力が相手依存っていうことと、まあ相手の場にね、エネルギーがついている場合、相手のエネルギーついているポケモンを倒すとね、エネルギー当然減りますんで、まあどんどん火力が落ちていくような感じになってしまうと。まあその受け身な技の性能っていうのと、まあ特性もね、技の効果を受けないっていうのは環境によってはもちろん輝く場合はあるんですが、ちょっとね、他と比べると劇的なものがないので、まあ、正直 FEVMAX はあんまり強くないかなと思ってますね。まあ、ただ相手がね、エネルギーめっちゃ貯めてくるコクババドレックス VMAX とか、そういったデッキの時なんかはめちゃくちゃこの大サイコも強いですし、まあ、今後ね、今まででいうイベルタル GX みたいな超強力な技を持っているね、技の効果でポケモンを倒してくる、まあ、今で言うとね、ブラッキー&ダークライ GX のね、デッドムーン GX なんかをこのポケモンが防ぐことができたりするんで、まあ、そういう環境ではね、お呼びがかかる可能性はありますね。はい、というわけでね、今回発表されたカードは以上になります。でね、まだ未公開のブイズがリーフィア VMAX とニンフィア VMAX ですね。特にニンフィア VMAX はリボンバッジがね、めちゃくちゃ強力なので、まあ、一体どんな性能になってくるのかっていうのは楽しみなところなんですが、シャロンチャンネルではね、新情報を公開されましたら考察していったりとか、実際にね、そのカードを使って対戦動画なんかも出していきたいと思ってますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。